どうもーゴールデンウィーク明けまして1週間経ちました。次の連休まで70日ぐらいあるらしいですが、皆さんいかがお過ごしでしょうかチャコ先生です。今回はですね、チャコラジ通常会ということでですね、先週公開しました推し授業、ゲスト会の動画の収録裏話会です。よろしくお願いします。いや、このゲスト会の動画、名前を推し授業。 っていう風でリニューアルしてから3本目の動画になるんですが、リニューアル前から含めると2回目の漫画作品について喋ってもらう回になりましたね。以前はマスターキートンっていう漫画をあの布教しに来てくれた ゲストさんいらっしゃったんですが、今回はですね、雑誌アフタヌーンで連載中、今も連載中なんですが、著者コーヒーさんのワンダンスという漫画について布教しに来てくれたワンダンス大好きゲストとの対談動画公開いたしました。まだ動画をご覧になってない方はそちらを先に 視聴されてからこのラジオを聴きいただくとより楽しめるかと思います。まあ、なんかカットしちゃった部分とかあるので、その辺についてとか、あの、ちょっと動画の中でも話題にしたんですが、ある検証をしたいなっていうのも思っていますので、その辺を中盤で挟んだり、あとリスナーさんからこの間乾杯いただきましたけど、それで購入したものが届いたりしたので、それの開封式もやりたいですし、あと最後にミニコーナーもね、 やりたいいと思います今日も盛りだくさんですがよろしくお願いします。はい、というわけでじゃあ早速ですねゲスト界の動画のお話し,していきたいと思います。今回のゲストはレンタさんこの方がゲストに出ていただく経緯っていうのが、まあ、ちょっと複雑なんですがあの一番最初はね ワンダンスを布教しに来てくれるはずではなかったんですよ。全然違う、あの、推しの VTuber がいらして、で、その方を布教したいということで、今年の初めくらいかなに、確か Google フォームの方からお便りいただいてたんですが、あの、予定が合わなくてね、収録の。どん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 ずれ込んでいたらですね、あのー、その方が別件で普通にね、ツイートをしてたんですね。で、それがワンダンス1 を試し読みしませんかみたいな定型文のツイートをしてたんですよ多分シェアボタンかなんかを押されてでツイートしたっていう文章だったんですが私たまたまなんかその時作業の休憩中であのタイムライン見てて漫画作品っていうことも 知らずに、なんとなく、ポチってそのツイートをしたんですね。そしたら、Kindle で、一巻丸々無料で読めるのラッキーと思って。なんか、普通さ、一話無料とかさ、まあ、三話まで無料とかは、よくあると思うんですけど、一巻丸々、二百ページぐらい無料だったんで、これはいいんじゃねえのって思って。<laughs> マジで暇つぶしがてら読んだんですよ。で、そしたら、個人的にはすごく刺さってしまいまして、で、それであまりに感動したから、まあ、ツイートしたんですよ。 一巻面白かったと。で、この間ですね、そのあまりに面白かったので、あの、チャコラジ EX、サブチャンネルの方で、新しい部活立ち上げまして、語れ、ミリ知らレビュー部っていう、えー、全く知らなかった作品を、まあ、読んだりして、それの感想をひたすら言うっていう企画をね、新しく立ち上げたくらいなんですが、で、そこで、ね、まあ、一巻の感想をブーって言ったんですよ。で、そのツイートをしたら、そのレンタさんが、 ま、続きも読んでくれよって言ってきたんですが、お金がないから無理ですって返したんですよ。<laughs> マジで金欠なんで、その娯楽になかなかね、手を出せないと。マジで。<laughs> っていうのを言ってたらね、DM でその直後にですね、4070円の Amazon ギフト券がと届きまして、予習してね、みたいな感じで <laughs>、投げ銭してくださったんですよ。マジかと思って。 で、ワンダンス今も連載中なんですが、その2巻から7巻までね、現在発刊されている7巻までの代金がジャスト4070円だったので、その代金丸々そこに突っ込んで、2巻から7巻まで無事買いまして、で、レンタさんが、俺ワンダンスで今回動画出てもいいかもしれん。今それぐらいハマってると、熱量が高いと言ってくれたので、 もう VTuber で予習は進めてたんだけど、やっぱ私熱量優先だと思うんですよね。その時熱く喋れるもので喋った方が絶対楽しいと思うんで、あ、じゃあもう今回はちょっとスケジュールのあれもあったし、ちょっと私がワンダンスもたまたま読んだのもなんか縁だから、もう今回それでいこうぜって言って、えー、動画を撮る運びになりました。っていう風だったので、なんかこう、違うテーマになったけど、結果楽しく喋れたねっていう回になったのが今回の動画でした。 あ、そうだそうだ。あのー、あれですね。動画見てくださった方は気づいたかと思うんですが、やっとなんですけど、今回の収録から、あの、以前から言ってました、呪いが解けた後に収録ができましたので、黒板にチョークで文字を書く音がやっとなくなりまして、ノイズレスな <laughs>、えー、動画になりまして、プラス私がその時喋ってる様子を撮影してあったので、まあアイコンで顔は隠してはいるんですが、 こう、リモートなんですけど、より対談形式っていうのを画面上でも演出しやすいような動画に仕上がったのかなと、個人的には思っています。ちなみに収録してる時はね、全くお互いカメラは付けてないんですけど、動画用に自分を映してるカメラを回してるっていう感じになりますね。で、最初すごく喋りにくそうだったんですよ、レンタさんが。で、これは推測なんですが、 多分ですけど、ネタバレをすごく気にされてたのかなっていうのはありますね。っていうのも、このラジオの配信日はどうかわからないんですが、ワンダンスはね、1巻とか2巻とか、えー、無料で、丸々無料で公開してる期間がすごく長い作品みたいで、太っ腹だなって思うんですけど、っていうのもありまして、 二巻以降の話をするまでがすごくなんかこう気を使ってらしたのかなっていう印象ではあって。でなんかね、じゃあもうこっからネタバレにしましょうって二巻以降の話をし始めたらかなりこう自然な感じで喋っていってくれたのかなっていう風でだいぶ安心したんですけど。でそれをすごい感じた話がね一個あって、あのこれは動画ではカットしてあるんですけど。 <laughs> あの基本的にはその、ま、ダンス漫画なのでその、ま、ダンスバトルであったりダンスコンテスト、ま、描写の凄さっていうのを今回はメインに喋っていったんですけど <laughs> その話をするのかなって思ったらさ途中でさ「ある子わかる?」って聞かれて「んん何?」って思って聞いたらさ「よしある子ってキャラクターわかんないかな?」って言われて <laughs> よくよく聞いたらねあのなんか部員紹介のコマがあるんですよ。 なんか、ダンス部の部員が、まあ、女子がめちゃくちゃいるっていう描写があって、で、1ページにつき、4×5 の正方形のコマがブワーと並んでて、だから1ページ20人、名前と学年と、まあ、肩書きがある子は肩書きも、みたいな感じで、部長、宮尾恩、みたいな、その、誰々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 っていう名前と顔がいっぱい載ってるページがね、2ページにまたがってて、40人の部員が紹介されるところがあるんですけど、 <laughs> その中のすんごいちっちゃい一コマに、吉井歩子ちゃんっていう部員がいるんですよ。で、その子可愛いよね <laughs> って言われて <laughs>。いや、モブがめっちゃいるから、そんな一人一人名前さ、いちいち追ってみてないわけですよ。レンタさんはね、もう、えー、っと、先週の動画が出た段階で9周目を読んでるらしいんですが、私はその収録時点1週目だけですので、そのモブの名前なんか追ってないわけですよね。で、<laughs> めっちゃ笑ってさ。で、その後からしばらく、その、誰々ちゃん可愛いよねっていうトークがめちゃくちゃ盛り上がったんですよ。<laughs> で、あと収録した後も、なんかちょっとダラダラ雑談してたんですけど、その時も、なんか、いっぱい女の子のダンス部のキャラクターが出てくるから、なんかこんだけいたら、あの、ワンダンスの部員で、総選挙ができるね、みたいな話にもなって。<laughs> そしたら私はこの講しだ、みたいな話をしてたんですよ。 それ、その辺からかななんかすごくこう、やっぱりパーソナルな話、この子が好みとかいう話をしだすと、皆さん緊張がほぐれる一歩になるのかなっていうのは体感としてあるんですけど、まあ私それで言ったらね、平井もんめちゃん結構好きですね。可愛い,いんですよ。えっ、ー、と、見た目的にはね、初音ミクみたいなロングツインテールな髪型をしていて、結構物をはっきりパーンという感じの子なんですが、この子も結構もう、 あざといみたいなところでいう可愛さは結構はっきりしてて好きですね。あと私の好みで言うとあのボーイッシュな女の子めっちゃ好きなんで割とこの子はフェミニン寄りな中にちょっとボーイッシュさが入ってる子なんですけど内藤愛香っていう、えー、と3年生ですね。のキャラクターは結構個人的なツボですね。あの後半の ところらへんからちょっと出てくるんですけど、あの、コマがね、モブというよりは、ちゃんと喋るキャラクターとしても少し出てくる子なんですけど、結構この子好きだねっていう話をしてましたね <laughs>。だからね、その推しを探すのが好きな人はこの漫画楽しいと思いますね。ぜひ読んでみてください <laughs>。あ、で、ちょっと脱線するんですけど、ま、今回予習にあたって、いろいろワンダンスについて、 まあ概要を調べていたんですけど、その中でね、YouTube でびっくりする動画があったので、ちょっと紹介したいんですが、著者のコーヒーさん本人がね、踊ってみた動画っていうのがあって、結構衝撃だったんですけど、あ、がっつりダンスやってる方なんだやっぱりっていうのは、33歳ぐらいだったっけな、この間誕生日迎えられたっていうツイートを、 あの、見た気がするので、まあ、めちゃくちゃ若いですよね、だから。っていうので、著者が、その、まあ、多分どんな漫画でもそうですけど、あの、手塚治虫がさ、医学の知識があるから、ブラックジャックかけたりとかさ、まあそういうなんか、自分の専門領域についてのその魅力を漫画に乗せて伝えたいみたいなところがあるから、そういう漫画ってやっぱ、ね、熱量が入ってて面白いじゃないですか。っていう意味で、今回そのトークのテーマとして何回も上がった、その、えー、見る音楽 目に見える音楽としてのその表現であったり漫画作品っていうものに消化できてる凄さみたいなところはやっぱりご本人が、著者ご本人がそういう男性のエネルギーとかその情熱を燃やしてらっしゃる方だからこそなんだなっていうのはすごく感じてなんか納得しましたね。あ、だからこの漫画なんだなっていうのはすごく感じました。あのー、漫画のね途中途中に、えー、協力なんとかかんとか 学校ダンス部とかえー、振付師誰々とかなんか出てくるんですよ。あの、その漫画を描くにあたってのなんか協力者みたいなのが、えー、っと扉ページの合間合間とかに出てくるんですね。ていうのも見ると、なんかそういうまあロケハンとか資料作りとかそういうのも含めてすごくなんかしっかりバックグラウンド作られてるんだなっていうのをね。<laughs> 改めて感じてすごい。なんか作品全体としても。 そのの著者のエネルギーを感じるところはありましたねあれこれワンダンス一巻のそのミリシラレビュー部の時にも喋ったかもしれないんですけどあのねなんかそういうさ情熱とかその内側から出るエネルギーでダンスしてる人を見るとさどうしてもやっぱりね私は菅原小春さんを思い出すんですよね菅原小春さんっていうようなダンサーがいるんですけどやっぱり なんかね、あの人のダンスを彷彿とさせるエネルギーをね、感じざるを得ないですね。その、コーヒーさんが踊ってる動画を見ても思い出したんですけど、もうほんと好きなんですよ、あの人。えっ、ー、と、まあ、概要欄と、このラジオ投稿しましたっていうツイートにも、ちょっと、リプツリーで YouTube の動画ぶら下げておこうかなって思うんですけど、まあ、私が一番好きなのは、 デスグリーンのホームで踊ってる曲なんですけど、あとね、えっ、ー、と、もう一人ね、ダンサーがいて、小春さんの、ま、なんか、弟子じゃないけど、かなり昔からワークショップとかで頻繁に一緒に踊ってる動画が、あの、参見されるダンサーの方で、渋谷ゆきさんっていう方がいらっしゃるんですね。で、この方と菅原小春さんが一緒に踊ってる動画が何個かあるんですけど、この二人のね、シンクロ率がやばいわけっすよ。 いっぱいいるんですよ。あの、菅原小春ダンサーってのはね。あの、いっぱいいらっしゃるんですけど、私はその中でも渋谷さんが、えっ、ー、と、一緒に踊ってるやつが本当に好きで、なんかもう、その、小春さんの精神性をそのまんまなんか引き継いでる感じ。だからすごいんですよね、敬意が。もうリスペクトがものすごい感じられるの、渋谷さん。 が、あの、小春さんに対するね。で、小春さんも、その、渋谷さんを、なんて言うんだろうな、もう、カンパニーですよね。同士、仲間として、あのー、見てるっていうのが、ものすごく伝わるのがあるので、ちょっとこれも、ぶら下げときますね。ぜひ、ご覧になってください。<laughs> あの、2分とか3分で見れる、サクッとした動画なので、すんごい楽しそうに踊ってて、めっちゃ元気になるので、ぜひ、見てみてください。はい。えー、というわけでですね、あの、前半で言っていました、 ちょっとやってみたい検証があるっていうやつをちょっとそろそろやりたいなと思うんですがちょっと説明いたしますね動画の中でですねこのワンダンスっていう作品の見る音楽としての演出の工夫としてね曲の中で使われている例えば楽器とか、まあ、あるいは曲によっては、ね、指パッチンが、ね、出てくる、えー、曲があるんですけどまあそれだったらその指先とかっていう曲をこう可視化したような 見える化したような演出がたくさん出てくるんですね。で、漫画の中で出てくる曲って全部実際にこの現実世界に存在する曲なので歌手名と曲名が出るんですね。っていうので、その実際に曲を聴きながらその漫画を見たらどのぐらいこのワンダンスの見る音楽としての演出がすごいのかっていうのをより体感できるんじゃないかとっていうのを えー、トークの中でも、まあ、話題に上がったんですね。で、レンタさんは実際にやっているらしくって、めっちゃええでって言ってたんですけど。<laughs> で、今からそれをやるんですが、まあ、動画の中で出てきた2曲、ビリー・アイリッシュのバッド・ガイと、マイケル・ジャクソンのアンブレイカブル。漫画を見ながら実際に音楽を聴きたいなと思います。当然、音楽そのものはね、著作権的にラジオには載せませんが、まあ、私のこの <laughs>、リアクション的なものは <laughs>、 <laughs> 流そうと思いいますのであのお楽しみくださいで気になった方はね是非実際にワンダンスをご購入されてそのお気に入りの曲でね出てきた曲で実際にその漫画を読みながら音楽を聴くっていうのを試してみてほしいと思いますそれではまずビリー・アイリッシュバッド・ガイこちらはワンダンス3巻の13話オン・バーサス・歌っていう話 に出てきます。それではですね、多分、ま、コマ自体の数は短いので、そんなに長くは音楽流さなくてもいいかなと思うんですが、やってみたいと思います。いいっすね。うわー。なんかね、細かい三角のトーンがピピピピって貼ってあるんですけど、それの音の意味があっとわかりました。あー、この音を見えるようにしてあるんだっていうのが今ありますね。 めっちゃハマる。いいよ。う <laughs> えー、終わりました。終わりました。やばいですね。あの、えっ、ー、と、レンタさん言ってたけど、166ページの、なんかね、同じ、一つのコマに、その、指パッチンの、えっ、ー、と、描写がね、たくさん入ってるよっていうところがあるんですけど、そこのね、描写すごいなって思う。 あとなんだだだっっっけけけこれなんて言うんだっけミルキークラウンだっけあのこうポチャンってさ水面に水滴が落ちた時にあの王冠みたいになるやつがあるじゃないですかあれの演出がすごく下の方にポチャンポチャンってなってるんですけどその何て言うんですかね曲のそのウそェのそのッティーさみたいなところがものすごく出ててめちゃくちゃいいめちゃくちゃいいで読み返すとわかるんですけどなんかそのちゃんと曲のさ MV 的なあの描写みたいなところも結構出てきてるんだなっていうか 曲の中のさ、そのボーカルのニュアンスとか、そういうので結構描写でかなりされてたんだなっていうのを今見て思いましたね。いやー、超いいっすね。え、ちょっともうマイケル聞いたらやばいかもしれん。じゃあ次、7巻33話、ワンダさんの入学前という、えー、レンタさんがね、このワンダンスにハマるきっかけになったエピソードでもあるんですが、そこに出てくるアンブレイカブルを読みながら 聞いてみたいいいと思いますいや聞き終わりましたアンブレイカブルいややっぱ曲によって全然線が違うわあのさっきの「バッドガイ」と全然違うもんあの何て言うんだろうねあなんでここ背景ベタなんだとかあのなんだろ駒運びがこういう感じなのはそういう意味なのかなみたいな,なんかニュアンスがすごく感じられるのがいいなって思いました あのー、で、コマ数自体はね、すごく短いんですよ。あの、ページ数自体は短いんですけど、一部を切り出してるとはいえ、なんか、そこがすごくハマるというか、曲のニュアンスがここだなーっていうのがわかるところがめちゃくちゃあって、めっちゃいいですね。その、アンブレイカブルの一番最後のコマ、えー、ワンダさんがなんかこう、ピカーって光ってるような、いうところの感じの上にさ、その、マイケルが歌ってるようなコマがあるんですけど、 そこがやっぱね、噛み合ってて、かっこいいですね。なんか静寂の中で踊ってる感じがして、なんかもう、あとビートだけみたいなのがすごいいい。い,いめちゃくちゃいい。いいですね。<laughs> これ他の曲でもやろう。なんか、出てきた曲をまとめてくれてるサイトとかあるので、気になる方はね、ぜひやってみてください。っていうか、さっき菅原さんの名前出したんですけど、あの今ね、アンブレイカブルを YouTube で探してる時に、 あれがありました。あの、菅原さんの公式の YouTube で上げられてる動画ではないんですけど、このマイケルのアンブレイカブルで、菅原さんとさっき言った渋谷さんがね、セットで一緒に踊ってるやつありました。多分ワークショップの動画だと思うんですけど、2019年ぐらいの台湾でやったワークショップの動画の後半で、まあお手本として、振り付け本人の小春さんと渋谷さんが一緒に踊ってる動画ありました。 こちらもね、ぜひ気になる方は検索して見てみてください。はい。というわけで、まあ、今回のワンダンス界の裏話はね、この辺にしておきたいと思います。皆さんも、もちろん漫画以外でも、いろんなエンタメとか、好きな趣味とか、沼とかありましたら、ゲスト応募フォームの方からお便り出してみてください。お便りいただきまして、確認できましたら、私の方から Twitter でフォローさせていただきますので、そしたらね、 スケジュールの相談とかさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。あの、誰でも大丈夫です。みんな今出てくださってるゲストは、全員ネットつながりの方なので、私と喋ったこともないし、フォローもしてないし、ツイッターなんか見たことないっていう方、大歓迎でございますので、ぜひ気になった方、よろしくお願いします。はい。というわけでですね、続いて、開封式いきたいと思います。これはですね、タコラジ EX の カむな演劇部っていう企画があるんですがそちらの方で必要になる道具としてねあの交通量調査のカウンターがどうしても必要だと、えー、噛んだ回数をカウントしてその数に応じて罰金貯金をするっていう企画を今やってますので前やった時はあのスマホのアプリでやってたんですけどすごく操作性が悪いのでぜひアナログでその手元でカチカチできるカウンターが欲しいねって言ってたんですがそれの えー、カンパをね、この間いただきまして、マボさんという方からいただきました。ありがとうございました。で、それで、安く買える代わりに、お届け日数にめちゃくちゃ時間がかかるやつを選択しちゃったので、えっ、ー、と、カウンターだけ来てなかったんですけど、ようやく届きましたので、ちょっとそれをね、開封したいと思います。で、 家族がびっくりしてたんですけど、あなたなんかすごいとんでもない買い物したとか言われて、え、何って言ったら、なんか中国から国際郵便来てるんだけど、なにこれって言われて <laughs>。で、見たらですね <laughs>、ちょっと手元にあるんですけど、えっ、ー、と、そうですね、あの、マクドナルドのビッグマックぐらいのサイズの包み、ちっちゃい包みなんですが、なんかね、すごい、 中国語でいいいっぱい書いてありますねで、なんか包装紙もすごく薄くって爆弾とも思えなくもないなっていうなんかあれに入ってまして「あの国際郵便物」って書いてあります思いっきりちょっと開けますねちょっとうるさかったらすいません、はい えっと、外装を外したらもう、えっ、ー、と、カウンターが入った箱がポーンと、そのまま入っておりました。で、このカウンター自体もね、えー、っとね、これあれですね、Amazon で見たときはね、日本製だった気がしたんですけど、あれかなちょっと、安いのに変えたときに、国も変わったのかなえー、っと、これはな、何、えー、英語でいいのかな英語。外国産のカウンターが届きましたね。別に、使えりゃいいので、なんでもいいんですけど。はい。 開封しましまて今手元にですねカウンター出しました音こんな感じですね波形メーター見てる感じあんまりうるさくないと思うんですがこんな感じちょっとマイク近づけるとこんな感じですがそんなうるさくないですねこれぐらいだったら、まあ、ノイズにはならないかなと思うので良いかなと思いますなんかネジを回すとカウンターをゼロにできると いやーこれあるのとないのと全然違うので。いや、マジでありがたいですね。はい、マゴさんありがとうございました。えー、っと、というわけで、このカウンター使った、あの、噛まないでいろいろ喋るっていう企画ね、演劇部の企画、そろそろ。 ちゃんととしたやつやつっっててこうのかなと思っておりますが、えー、とそれとは別でねもう一つ新しい部活を立ち上げようとしてましてそれがサブカル部っていう部活なんですが、まあ、それはねもうだいぶ台本も書き上がってきてるしかなり長いシリーズになると思いますだからまあ細切れに配信していこうと思うんですけどでその一番最初に取り上げる作品のシリーズと、えー、関連してるコーナーが 次のコーナーですね。参りましょう。チャコ先生の宿題の派生ミニコーナー。目指せ鳴き声マスターイエーイはい。これ前回のチャコラジの時に第1回をね、やったんですが、これ簡単に趣旨説明いたしますと、あの、ポケットモンスターありますね。あれのゲーム版の鳴き声。 初代151匹分の鳴き声を3択クイズにして出してくれる公式サイトがあるんですけど、まあ、そこで問題を、まあ、練習していって、最終的に151匹全部の鳴き声を一発で当てられる、え、き声マスターになろうっていう企画。これ、あの、リスナー発案の、えっと、ちゃ先生の無茶ぶり企画として発足しているんですが、で、これをね、茶コラジでやっていこうっていうことだったんですが、前回、 1>, 1問から10問目までやったんですよ。で全問正解だったの。10問中10問正解でやったーじゃあ次は11問目から20問目を配信しようねーっていうつもりで、さっきね、その公式サイトを見たらですね、前回のデータが消えておりまして、えー、っと、もう1問も解いてないことになってました。<laughs> 最悪です <laughs>。あれさ、えー、っと、10問ね、収録するのさ、まぁ、あ、ぶつぶつ喋りながらやってるから、 20分くらいかかってるわけですよ。20分全部消えたと。で、まだ0からやり直しってなって、どうしようって思ってるんですね <laughs>。で、この間取り掛かってるクイズがね、えっ、ー、と、初級編だったんですよ。初級、中級、上級ってあって、それぞれ50問ずつに区切られてるんですね。まあ、0に戻っちゃったので、これ多分毎回やっても消えちゃうなーっていうことでどうしようっていうことでさ。だったら、もう50問一気にやろうかっていうのを考えました <laughs>。 今から、えー、50問、初級の50問ね、全部やりたいと思います <laughs>。で、さすがに <laughs>、多分収録めっちゃ時間かかると、今から1時間くらいかかると思うんですけど <laughs>。30分かなまあ、ダラダラやらなかった。30分かなで、30分このラジオ聞かすわけにはいかないので、今から、えー、ダイジェストで5分くらいにギュッと縮めますので、あの、大丈夫です、皆さん。そんな、お聞き苦しいことにはならないと思うので。 ええと、私が50問かけて疲弊していく様子と、これ分からんくねみたいな苦しみを、ぜひね、聞いていただいて、ニヤニヤしていただきたいと思います。泣き声マスターの道の険しさをね、第三者目線で味わっていただけたらと思います。それでは、早速ね、50問いきます。めっちゃしんどい <laughs>。はい、じゃあね、ちょ、マスターになるよ、私は。いきまーす。はい、第1問。 次一緒やろこれ <laughs> さっきと一緒やろ3番3問目4番えおならしたプップップッえー、っと5番いや一緒やろ <laughs> 全員一緒やろこんな感じでちょっとどんどんやっていきますね 今問問やっってね7問正解だったこれね間違った問題は一番最後に全部出るんですよだから強制的に50問になるまでこのクイズは終わりませんとりあえずやっていきます <laughs> マジ全員一緒やってこんなん。 ちょっと正答率下がった今やった10問はね6問正解今50分の13ですどんどんいきます まあ30問終わったんですけど50分の20です <laughs> やばいめっちゃ間違ってるよ <noise> えざいな誰だよこれ 50分の29ですだいぶきたいや一緒やって全員これポッポだ知らないですよ <laughs> 知らないですよって <laughs> やばいピクシー クイズバットだろう。あ、違うかな。ピピ、えー。えーとね、今ね、五十分の三十六ですね。誰なんこれ。は？いやー、知らないですよ、知らないですよ。 これはもう有名人ね。ルージュラ。汚ねえな鳴き声が汚い。これ雷中でしょ電気っぽいよね。出た。これピカ様だろ。ピカ様、ピカ様。あ、これな鬼スズメだよ、多分。勉強したもん。<laughs> 勉強したもん、初回に。で、汚いんだよな音が。 マジ全部排泄音なんだよね。お結構来ましたよ今ね、50分の44。ここからは多分、あれしか来ないですね。あの、間違えた問題しか来ない。おやっと、やっと終えました。初級50、50分の50、クリアしました、一応。はぁ、あ、疲れた。<laughs> めっちゃ疲れた。 えっと、クリアしたら、初級、中級、上級、それぞれクリアした人だけ、クリアの証として、壁紙がダウンロードできるみたいなんですが、一応今初級はダウンロードできました。で、これ今知ったんですけど、150問連続クイズも、150問全部連続であれしたら、えっ、ー、と、壁紙がもらえるらしいです。なので、これは結構、ハードですね。 これ連続クイズはかなりきついと思うぞ。はい。というわけで、まあ今回は、えー、初級編をね、一応クリアしたということで、次ある時は中級編をね、ダイジェストでお送りしていきたいと思いますので、<laughs> よろしくお願いします。まあという感じで、無茶ぶりとしての、茶子先生の宿題っていうコーナーね、えー、と未だにちゃんと生きてますので、保留にしたまんまの宿題がいくつかありますが、とりあえず今はこの泣き声マスターの方をね、 攻略していいる最中でございますのでチャコ先生に無茶ぶりとしてこれやらせたいなっていう企画がありましたらぜひぜひ Google フォームとかメールの方からお送りくださいメールアドレスはチャコラジ・アトマク・ Gmail.com ですでまたですね投げ銭も大歓迎でございます部活企画の方のカンパ部費カンパの送り先が先ほど申し上げたチャコラジ・ アットマーク gmail.com でオーケーしています。で、それとは別で、推し授業のゲストの予習代として、えー、今回出したらワンダンスみたいな、あの、漫画を買ったり、読んだり、その作品に触れたりするときに課金をする際のお金として使わせていただく予習代カンパ。こちらのお送り先が、ちゃこ先生アットマーク gmail.com。こちらまで、アマゾンギフト券お待ちしています。それ以外ですと、 LINE ID チャコ0310 CHACO0310 か PayPay、えー、ID チャコ先生 CHACOSENSE、e、こちらでも匿名で、まあ、LINE だともしかしたらあの実名登録してらっしゃる方は実名でお受けすることになるかもしれませんがあのー、歓迎しますのでよろしくお願いします何度も言いますがねまだチャンネル登録者数1000人いってないので広告収入が発生してませんから 金欠の状態でやってますんでね。なかなかお金をね、自由に使えないっていう状況が続いておりますので <laughs>。お願いしてばっかりなんですけど。はい。よろしければ。で、またね、お便りの方もお待ちしておりますので、概要欄の下の方にお便りフォームいろいろありますので、チェックしてみてください。はい。というわけで、本日は以上でございます。じゃあまた次の回でお会いしましょう。新しい企画、そろそろ始動しますので、お楽しみにしておいてください。 それでは、最後までありがとうございました。バイバーイ。